キシ君、平野く君、そしてジングくジ君。彼らは音楽やパフォーマンスに対する情熱に満ちた若者たちだ。彼らはバラエティ番組に出演することを嫌っているわけではない。音楽やパフォーマンスに対する情熱を持ち、自分たちの芸術表現に全身全霊を注ぐキシ君、平野く君、そしてジングくジ君。彼らはバラエティ番組に出演することを嫌っているわけではない。 実際、バラエティ番組に出演すると、予想以上の笑いを引き出し、次の出演オファーも舞い込む。しかし、その結果、彼らが本当に時間をかけたいプロジェクトは後回しにされ、手の届かない場所になってしまうこともある。バラエティ番組に出演すれば、予想以上の笑いを取り、ありがたいことに次回の出演オファーが舞い込む。しかし、その一方で、彼らが本当にやりたいプロジェクトは、どんどん遠のいてしまう。 岸くんが脱退を発表した際の言葉、同時にやる気多さが自分にはないという自己評価は、なんとも切ない。私も彼らには無理をせず、自分たちが納得できる道を進んでほしい。未来を諦めたり絶望したりすることなく、自分たちの夢を追い求めてほしい。岸くんが脱退を発表した際、同時にやる気多さが自分にはないと述べた自己評価は、心を痛めた。 私たちは彼らに無理をさせることなく、彼ら自身が納得できる道を進んでほしい。そして、彼らには未来を諦めたり、絶望したりせず、前向きに考えてほしい。そして、落ち着いたら、もしかしたらダッシュにゲスト出演するかもしれない。冠番組である、キンプルも素晴らしかった。特に私のような神宮寺くんのファンにとって、カノガヤ芸は本当に癒しであった。ただ、その時々の気分に浸るのも悪くないだろう。 奴らと呼ばれる仲間たちとの信頼と愛情に満ちた関係は長年の努力の結晶だ。その関係が今も続いていることを見ることができるのは非常に嬉しい。岸くんが鉄腕ダッシュに出演することが今の彼にとってどのような意味を持つのかは別として多くの人々が彼を応援していることはありがたい。岸くんは今や自分の仕事を選ぶことができる。彼が自分にとって本当に重要なものを選んでいると信じたい。 ただし、私は、キシ君が音楽や舞台が一番得意なのではないかと思う。ファンは彼らに色々なことを期待することは自由だが、同時に温かく見守ることも必要だろう。私たちは彼らが長く、仲良く活躍し、ファンを楽しませ、驚かせ、感動させてくれることを願っている。本当に、ですね。紫輝くん、キシん、仁くんが自分たちのやりたいことを楽しんでいる姿を見ることができる今が、 本当に幸せな時だ。彼らが一生懸命に取り組んできた仕事から生まれた関係は少しずつ今に続いている。彼らが鉄腕ダッシュに出演することが今の岸くんにとってどうなのかは別として彼らを応援する声が多いのはありがたい。現在、岸くんは仕事を自分で選ぶことができる立場にあり自分に本当に必要なものを選んでいる。そして適切な時が来ればダッシュに復帰する可能性もあるだろう。 しかし、私は、キシ君が音楽や舞台で輝く姿が一番似合うと思う。ファンとしては、キシ君やナンバー、愛に様々な活動を期待するのは自然なことだ。しかし、彼らを温かく見守りながら、彼らが自分自身であることを支援することも大切だ。彼らがこれからも長く活躍し、ファンを楽しませ、驚かせ、感動させてくれることを願ってやまない。 紫輝くん、騎士くん、仁くんが自分たちのやりたいことを存分に楽しんでいる姿を見ることができる今、本当に幸せだ。